ゆったりとした生活スタイルに溶け込み、茅ヶ崎の風景の一つにもなっている自転車。茅ヶ崎は利便性の高さや手軽さから自転車の利用割合が非常に高い町です。しかしその利用率の高さから自転車が関係する事故が多くなっています。無灯火の対向自転車が来て気がつかなくてぶつかりそうになったことですとか、あとは自分ですと今車道通るようにしてるんですけど、ちょっと細い車道なんかだと、ちょっと車のライトの、すれ違いで結構ギリギリで危ないなと思ったことはあります。歩道を自転車が走ることが多いと思うんですが、すれ違いの時なんかやっぱり怖いなって感じる時があります。自転車も車両と同じように一時停止しなきゃいけないっていうことが、やっぱり自転車は人と同じような動きをすることが多いなっていうふうに感じます。自転車乗ることに夢中になって、なんか前をあまり見てなかったりとか、後ろにあまり注意がいかなかったりとかっていうことがあるので、まだ子供自体がまだうまいこと乗れてないっていう、これからもっと勉強していかないといけないかなと思います。皆さん、自転車で怖い思いをしたことがあるようですね。茅ヶ崎市では、自転車に関係する人身交通事故の発生件数は減少しているものの、自転車が関係する人身交通事故の割合は依然として高く、県内でワースト3位となっています。自転車が関係する人身交通事故の原因を見ると、多くが一時不停止。言い換えれば、ルールを守れば自転車事故は減らせるということ。地域が一丸となり自転車の事故を減らすために取り組む必要があります。自転車事故を減らすために茅ヶ崎市交通安全対策協議会が主催し、茅ヶ崎地区交通安全協会、茅ヶ崎警察署の指導のもと、茅ヶ崎市が協力をして茅ヶ崎自転車ルール講習会を実施しています。この日は親子連れを中心におよそ50名の方が参加しました。それでは一緒に自転車のルールを学んでいきましょう。まずは自転車商組合の方々による安全点検が行われました。ブレーキ、タイヤの空気圧、ベル、ライト、チェーンなど重要なパーツを点検していきます。こうした点検を月に一度は皆さんにも行ってほしいそうです。チェーンのたるみ、それからブレーキ、ブレーキ余りという、それが多いですね。その整備不良による事故も中には結構あるんですね。出会い頭に止まらないとか、ブレーキかけとか。ですからちょっと今見てるのは重点的にブレーキとチェーンを見てます。点検はしたことないので、そういうところにも注意していかなきゃいけないなと思います。タイヤ周りとか、あとハンドル周りとか、そういうところですね。空気圧は自分にも気をつけて見ていたんですが、ブレーキはあまりしてなかったので、やはり危険な時にすぐ止まれるブレーキをこれからちょっと自分でも見てみたいなと思います。続いて警察官の方から自転車のルールやマナーのお話がありました。はい、皆さんこんにちは。茅ヶ崎警察署交通課の中村と申します。まず平成25年12月に一部改正された道路交通法について説明がありました。車の仲間、自転車も車の仲間です。自転車乗れば車の仲間入り、乗って走れば自転車車です、車両になります。車が左側通行ですよね、道路、すみません。ですから自転車も左側を通ってください。これ去年までは自転車どっちも通っていいですよっていうことがあったんですけど、去年の12月から自転車右側通行はダメだよ、絶対車と同じように左側を通ってくださいね、そういうふうに決まりました。続いて新栄町交差点から鳥戸橋までの約 1.4km の区間に設置された県内の国道1号では初となる
自転車専用レーンについて説明がありました。茅ヶ崎市内国道1号線で、初めて自転車専用レーンができました。ここは自転車専用のレーンですから自転車以外は通れません。ですからここをオートバイかなんかがビューッと走る人中にはいるかもしれないですけど、そうすると交通違反になります。道路交通法違反。ここを通れるのは自転車だけです。ですけども国道1号線にはこのマークがついているので歩道も走れます。その点は覚えておいてください。で、小さいお子様、お母さんなんか一緒に走るとき、国道1号線やっぱり怖いですよね。ですからなるべく歩道を一緒に走ってあげてください。歩道の方が安全だと思いますので。講義の後は早速自転車に乗ってみます。中央公園に設置された特設コースを走り、安全運転のポイントを学んでいきます。自転車に乗るときはまず後方と左右をしっかり確認してから自転車を走らせます。はい、降りました。スタート。青信号の交差点を横断するときは交差点内で左右の安全の確認をします。一時停止の標識では停止線で一時停止、後方と左右の安全を確認します。踏切を渡るときは停止線で停止、自転車を降りて右、左、右の安全確認をし、自転車を押して速やかに踏切を渡ります。駐車車両があるときは後方の安全確認をして進路変更をし、駐車車両のそばを速やかに通過したら進路を戻します。大きくカーブした道路はスピードを落として通過します。この日は自転車専用レーンを走る練習もしました。歩道の走り方とかは車道側の方を走らなきゃいけないっていうのをおまわりさんが言ってくれたので、これからはルールを守って走ってもらえると思います、はい、踏切のことで降りて電車が来ないかって見るのが分からなかったです。子供を乗せることがやっぱりあるので、そうですね、子供の安全のことについてやっぱりもう一回考えたいですね。線路渡るときに降りないからそのことの勉強になりました。自転車っていうのも結構難しいなという感じました。普段何気なく乗ってるのも注意しないといけないなっていうことですね、はい、手前の標識は止まるよっていうこと、ちょっと踏切はちょっと本当に危ないと思うんで、それはちょっと実践していきたいと思います。皆さんしっかり自転車のルールを学べたようですね。最後に内閣府が推奨している自転車安全利用5則を確認しましょう。その1、自転車は車道が原則、歩道は例外。その2、車道は左側を通行。その3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。その4、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。
夜間はライトを点灯、飲酒運転、2人乗り、並進の禁止など安全ルールを守る。その後、子供はヘルメットを着用。以上の自転車安全利用5則をしっかり守り、皆さん安全に自転車ライフを楽しんでください。寄り抜き茅ヶ崎通信。自治体でデザインを自由に決めることのできる原動機付き自転車のナンバープレート、茅ヶ崎市でも茅ヶ崎らしさが感じられるご当地ナンバープレートの導入を決定。デザインの公募が行われました。ご当地ナンバープレートをつけたバイクが市内外を走行することにより、茅ヶ崎市の魅力を PR し、市への愛着を深めていただくために行われた今回の公募には103点の応募がありました。その中から選ばれたのが、市内にお住まいの南谷江智子さんの作品。南谷江智子さんはおよそ30年間育児雑誌のイラストやデザインの仕事を中心に活躍されてきましたが、現在は主婦業を中心に生活しているそうです。採用が発表された5月23日金曜日には、服部市長から南谷江さんに表彰状が手渡されました。私の絵が採用されたんだっていうことで、なんかすごい嬉しかったです。もう一生に一度ぐらいしかないのかなってっていうか、あの紙の上のイラストというよりも、やっぱりナンバープレートに残るっていうことは、まあ、それでみんなが走ってくれるって考えただけですごい楽しくなっちゃいましたね。あの昔ながらの茅ヶ崎を表現したくて、朝散歩したりとか、のんびりした茅ヶ崎をイメージしました。自転車とかサーフボード、まあ、エボシとかエボシマロ君はもう茅ヶ崎の象徴というかイメージがあるの で本当にのんびり、まあ、したイメージがイラストに出ればいいなって、思って描きました。南谷江さんがデザインしたナンバープレートは10月から交付されます。茅ヶ崎らしいこのナンバープレートを皆さんぜひご利用ください。